はい。えっと、あのー、まあ、今回もあの、全日本吹奏楽コンクールの、えー、金賞をいただいたということで、あのー、僕の方もこうやって表彰していただいたんですけども、まあ、何はともあれやっぱりあの、ね、一緒に演奏してくれた子供たちがもう本当にいい演奏してくれたので、あのー、まあ、僕もね、その場に立たせていただいたんですけど、まあ、何はともあれあの、生徒たちに感謝かなというふうには思っています。 えー、今年1年もですね、やはりあのコロナの影響に苦しんだ1年ではありました。えー、特にですね、あのー、4月の末から5月のゴールデンウィークのところ、えー、一番その、まあ僕らが大事にしている、まあ名古屋国際会議場での えーまあ、ジョイントコンサートとか、その後の、ま、強化合宿。まあ、そのあたりがですね、もう10日間、あの、部活が停止になってしまったので、まあ、そこら辺は本当にきつかったなって、一番こう、1年生も入って、えー、バンドの状態を上げなきゃいけないところで、 あの部活が止ままっってしまったりしたた本当に痛かったなと思うんです、ね、ただまあその分の遅れを子どもたちがこう一生懸命取り返してくれてあのー、まあむしろまあその緊張感がえ今年1年まあいい影響あったのかなと思ってますけどもあの演奏自体はあのどの演奏会で出てもどのコンテストでても本当に子どもたちいい演奏してくれて、えー、我々としても。 あのー、まあ子どもたちの,、あのー、その素晴らしい、まあ、演奏の活動、まあ、そういったことサポートできたんじゃないかなと思ってますけども <noise> まああのー、こだわりっていうところはねやっぱり、あのー、子どもたちがまあどういうふうに、あのー、高輪台のまあ演奏を聞かせたいかっていうところでやはりまあ 高菜で言うと、やっぱりその、明るいとか、華やかとか、ダイナミックとか、まあ、かねて音が大きいっていうんですかねい、い意味でね、伝わりやすいとか、そういったものを、まあ、子供たちと一緒に、あの、まあ、先生、去年の先輩たちが作った以上のものを、まあ、コンクールという立場で言うとね、あの、去年を超えようみたいな話ももちろんしましたし、まあ、そういった中で、あの、子供たちが、まあ、先輩の追ちつきを追い越せで、頑張ったところが、まあ、まあ、結果的にこだわりとして出てきたのかなっていう気はします。 まああの何かね、すごくこういう活動しなきゃみたいなこと思ってないんですけど、あのとにかく、まあ、学校のねあの部活動の一つですから、まあ、吹奏楽を通して子どもたちがやっぱり成長するっていうところがやっぱり一番大事なところかなと思ってるんですね。あの、まあのま学業ももちろん大切にして まあ生活面とかそういったこともあの部活動を通しながらあの子どもたちが3年間かけて、えー、この高輪台でね成長してもらってであのやがて東海大学に進んで、まあ、社会に出て活躍するような子たちになってくればいいなということはいつも思ってます。特に今年こうしなきゃああしななききゃゃあはもちろん技術面ではね 例えば今年はちょっとトランペットの鳴りが弱いからもっと、ね、大きな鳴りになるようにしたいなとかクラリネットのねあの連符がうまく吹けないからそれが吹けるようにしたいなみたいな具体的なことはたくさんあるんですけども、まあ、どちらかというとあのいつも思ってるのは吹奏楽を通して子どもたちが、まあ、人間として成長してもらいたいなっていうところをいつも心がけて指導はしていますし、まあ、今後もそういうふうにしていきたいなというふに思ってます。